韓国首相謝罪像の撤去を拒否。現在、韓国の植物園に、いわゆる慰安婦に対して安倍首相が謝罪する銅像が設置されている問題で、韓国の保守系団体が、この像の撤去を要求いたしましたが、植物園が拒否したことが明らかになりました。 この植物園の園長は、象について、永遠の食材と題し、安倍首相を象徴したと明言しておりましたが、外交問題化した後、象は安倍総理かもしれないし、そうではないかもしれない。あくまで責任がある人を表したものだ。謝罪すべきだという、 個人の意見を表現した作品だと NHK のインタビューに対して発言しておりこの園長嘘をついてごまかそうとしておりますが非常に稚拙な対応だと言わざるを得ませんこういった他国の代表者に対する侮辱は最悪の場合 戦争に発展する可能性もある非常にですね、重大な挑発行為となりますので、韓国政府にはこのような他国に対する侮辱をこれ以上防止するためにも速やかに法整備などを行っていただき、また韓国政府が実施しているこういったいわゆる慰安婦像に対する 支援も速やかに停止していただき、韓国だけではなく、世界中から慰安婦像を完全に撤去していただくようお願いいたします。以上になります。ご清聴いただき、ありがとうございました。